こちらはネクスコ東日本です。午後5時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先京葉口までの区間に人が侵入したという第一報が入りました。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。この先で故障車が止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際です。ネクスコ東日本。